モーリーのあなたをほっとかないおはようございます今日もお届けしますミッキーとモーリーのあなたをほっとかない,なかないえ幼馴染の二人が <laughs> えっと楽しく <laughs>

せいや、せいやさんが。顔が見えてないな。顔こんなして。あ、そうそう、そうそうそう。はい、今日はお二人に来ていただきました。はい、えっとね、まあ、ダンさんはミキの息子さん。そうなんです。息子です。せいやさんはダンさんのお友達です。友達です。はい。じゃ、ダンさん、あの、自己紹介。自己紹介から、はい。いきなり。 2月生まれの18歳で、高嶋美希の息子です。好きなことは、音楽聴きます。ああ、そうだよね。なるほど。バカナじゃない。じゃあ、せいさん、お願いします。えっと、2007年2月生まれの平田聖弥です。しっかりしてるね。好きなことは、音楽聴くことです。お願いします。ありがとう。 つくばの同級生つくば海西国際高校ね同級生ですね中学校小学校も同じ小学校も一緒だった違う一緒なんなら幼稚園も一緒だし幼稚園って何女性幼稚園あマジ女性小学校からも一緒ですなんかしゅっ遊んでるけど中学校からぐらいしかちょっとなんかイメージがなかったな

中学,校からまあ、中学校ってなんかやっぱ小学校の友達が全然いなくなるっていうか、うん、まあ一応全然いるっちゃいるけど結構少なくなって、うん、でその中で、まあ、中学校の時もちょっと怪しい感じだったけどまだ <laughs> 自分も結構なんか周りと仲良く特に男子はなんかちょっと一致団結感あったから、うん、でなんかだんだん仲良くなったかなうんそれでも多分中3ぐらいから本当遊び始めた。うんうんうん、あ中3か中2だ 十二、あれ十二ラジオ。ごめんなさい、ダンさんは今マイク入ってから、四番ね、ダンさんはあの糸数美樹の息子さんです。はい。だからちょっと遠くで声が入ってる感じだったかもしれない。あれなんで入ってるかなと思いながら。えっと、ダンさんから見て、せいさん。ってどういうタイプの人。うん。 怪しいまだってか雰囲気が怪しいだけでどういうことかでも何て言うんだろうなセイヤは俺から見たらダンさんごめんなさいちょっとカメラカメラああそうですねはいはい俺から見て結構基本なんか面白いキャラでうううんんん 結構うざいキャラでもあるんですよ。それが、いつもなんですよ。いつもうざいし、面白いみたいな、そんな感じで、いつもででも意外と、なんていうんだ。シーンはあるっていうか、この、自分のやりたいこととか、やりたくないことは、はっきりしてるのかなと思います。自分から見て。せいやさんから見たダンさんどんな人。うん。せ、顔見せ、顔見せてから。顔見せてから。気持ち寄せてから。

自分がやりたいことだったら、後押ししてくれるし。うん、なんか、何でも協力してくれる感じで。なんかいい、ね、いいね。<れ>いいやつ。<laughs> いいやつ。いいやつ。あの。<laughs> 褒めすぎ。例えば、僕は、例えば。やっぱり、ダンス師だから、ちょっと気になるのは。お二人とも。えっと、恋愛関係はどんなの。例えば、好きな。人に告白できるとか。遠回しに言うとか。え、それ。 そ <laughs> それはない <laughs> それはない <laughs> そんな話あんまり女っ気がな女っ気がないとおかしいななんかあんまり恋愛の話あでもまあ親の前にしないね基本的にね、うん、まあそれはしないけどしないけど <laughs> <笑><笑>自分は、うん、特に中学校の頃小学校はま,あまだ明るい方だったかもしれんけど、うん、中学校から結構なんていうの特に女子と話すのとかが苦手だったりとかして、うん、へえ 小学校の時も中学校の時も好きな人いたけどなんか告白まではいかないみたいなし中学校の頃しかもちょっと恥ずかしくてあの中3の最後ら辺の時期ってあるじゃないですか。なんかもう みみんなな離れるたいその時にちょっと焦ってから LINE で告白したんですよ。初めててた焦っん別れしまうかそうもういなくなるからどうすんならやっとけばみたいな友達が行ってきてで最初はどうしようかな思ってたけど焦ってからやっぱでもやっとくかってなってやったんですけど結局。 まあならんくて普通に破れて散ったっすね破れて散ったんだやっぱりラインはね焦ってしまったんだ焦ったし焦ったしっていうか勢いでやったからよく考えたら良かったのか悪かったのかみたいなじゃやらんかったらなんか後悔するみたいなよく聞くじゃないですかそれでやった方がいいのかなとか思ったけど こんなして告白しても、別によくなかったかもしれない。あ、わかるな、その気持ちはわかる。自分もそういう時あるもん。なんか、明らかに心が通じてないのに行っちゃう時があるんだよね。そういう時絶対うまくいかない。そういう感じ。しかも、ラインでやったし。ダサいなって。ダサいやだよ。その人とは同期会とかで会わないの。会わないか、まだ。 まあど書いてない。まあ全然ないかな。まあはた二十歳なったらそうだね成人式ぐらいね。成あるかもしれないね。まだまだ恥ずかしいですけどね。あったらあでもまあ時間経ってるからそう経ってるから大丈夫。大丈夫であるけど。けどなんか今しっかりしてるからね。あそう今は自分しっかりしてるからなんか。 もう結構誰とども喋れると。ね<え>。うん、アメリカにね行ってきたんだよね。だからね。アメリカ行って何が変わりました。行ったじゅ行く前と行った後って何が変わったんです。うん行く前は、うん、あの環境の変化がやっぱでかいではあるし、はいはい、やっぱ家に住んでたのと、はい、他の人の家に住んでたでは。はい、はい で自分結構やらかしたりとかしてんか門限守らんかったりとかそういうこともあったりして <laughs>、はい、めちゃめちゃかけたりとか、まあ、いろいろやったんですけど、うん、まあそれも含めて自分見直すこともできたし、うんうん、あとはもうちょっと自分も解放する的なものもあったかなとうん、うん、あっち行ったらこの沖縄の人っていないじゃないですかうん、うん、だからなんていうの 最初の偏見がないっていうかだんはこういうやつだみたいなそういうのってないじゃないですかそれがあってもうちょっとやりやすかったっていうか自分ねだってもう自分が最初座ってきてずっと沖縄だったからもちろん友達も変わったりっていうか学校変わっていろいろあったりしたけど一応なんかいつも普段の行動とかそれで何か俺の印象って決まっていくじゃないですか。 で、その印象から外れるのって、ちょっと怖いんですよ。よ、うん、怖いね、怖い,怖い。そう。怖い。ではあるんですよね。だから。ちょっと、それを隠して、多分、もあったのかなと思って、うんうん、でも、アメリカ行ったら、それも出せたし。うん、そう、それが大きかった。キャブリンは出すときに、勇気はいらなかったの、はい。アメリカ行った時は例。はいはい、例えば、行くじゃん。はい,はい、はい。沖縄にいる、ダンで行くじゃん、最初は。あ、はい、はい、うん、向こうの家庭になれる。 るまでは時間かかるよねあそうですね家庭自体は時やっぱりまた沖縄にんで行ってるからねうん、うん、人の目気にしろが何言われるんだろうどう思われるんだってなるじゃんそれを自分解放できたのだ何がタイミングで解放できたの あ,あ、でも、なんていうんだろ、このホストファミリーっていう、この。自分が住まわせてもらったところ、家族は、うん。女将さんの友達。のところで、一応日本人もいて。だ、まあ、そこは、ちょ、ちゃんと、ちょっとしなきゃな、みたいな感じだったんですよ。そうだよね。そう、そ,うそこは、そうなんですけど、でも、学校では。その。みんな誰も知らないし。自分から話しかけないといけないし。自分で友達作って。まあ、ここ来たからには、まあ、来させてもらったのもあったから <laughs>。この。 もってるわけにいいいかかななじゃないですだからそういう友達も自分から作りに行って、うん、そしたらこう自分のことを何も相手は分からないからうん、うん、まあとは自分が出せばいいだけなんですよだからそれで、まあ、自分は特に一番元から多分音楽とかダンス、うん、ダンスも好きで,うん、うん、で学校にダンスの授業があってそこら辺でなんていうの多分日本ではあんま恥ずかしくてやらなかったりとか。うん、その 例えばなんか自分が下手くそだとか思ったりとかいろいろ考えたりとかするとは思うんですけど恥ずかしいとかでもあっちだったらもうみ,んなみんなやるしってまあみんなではないですけど別に自分が何やってもそこまで気にする人はいないしまあそれで自分をて言うんだ出すことができたかなって感じですか、ねうんうん、初めて聞いいたよ自分を出すごな<う>なるほね。 じゃ今ちょっと油断してるせいやにも質問して。せいや。せいや。せいやは、じゃあ、ダンが向こうにアメリカ行ってる間って。どういうふうにダンのことを思ってたの?。友達として。思ってた。思ってない。いやいや、まず聞いてみ。ダンの気持ち。いや、行く前ずっと遊んでたので。そうだよね。 たあは寂しいって実感はいたっすね、うんあ。そうだよね、やっぱりそうだよね。羨ましいってなるのかな、それとも。寂しいなっていうのが。羨、うん、ましいはなかったかな。<laughs> あラインとかメッセンジャーとかはできるのか。たまに、はい。<ん>電話かけてくるんで。たまに。そう。電話かけてくる。急に電話するんでそっか。<laughs> <laughs> <laughs> その間は。セイヤは。例えば。普通に。何を感じて生きてたのか、例えば。 普通にも学生生活を送ってたのか目標を決めてたのか目標学校もなかったのでずっとバイト頑張ってましたねえ何のバイトしてたのピザーラやってましたあそっかピザーラかバイトやってて何を感じる逆にやってる時ってピザーラは普通に楽しかったんでバイトが苦痛じゃなくて と周りも喋れる人間ばっかりだったので結構充実してました。バイト終わってから一緒に遊びに行って。いやそこまでの方ではなかったですけど。でもいいねバイトた楽しいってさ。学校とバイトは今できるんでしょ。併用でできるんだよあこっちの学校は基本的につくばはね大丈夫だよね。あ会はするの。 そのなんていうの学校のシステムがちょっと特殊かなんかもんかこの行かないとなんかこれぐらいの時間は、はい、この学校にいないといけないですよっていうのと、はい、この課題はやらないといけないですよっていうのと、はいはい、それ全部終わって、はい、テストがあってそれパスしたら、はい、もう学校は大丈夫行かなくて大丈夫ですよみたいなところなんですよ。その なんていうの行かないといけない時間とプリントを自分がいつやるかってだけなんで、はい、自分たちはこのもう自分があのアメリカ行ったのが7月なんですけどもう7月になる前に4月5月6月の間でも全部ほぼ全部終わらせてたからせいやは自分がいなくなってあとはもう学校は全然多分行かなくて大丈夫だったみたいな。 でも3月ででしょ卒業式はねなでもなんか高校って、うん、高校って全部大体3月卒業式は3月ででも大体3年生学校終わるの2月ぐらいに終わってるかもしれない。あとは就職活動する子がいたり受験とかだったりして2月とかはなんかそういうのでわさわさするかもしれない。うんでも、うん、授業とかっていうのが少なくなるんじゃないかな。 あの普通高校。でもねでも、団たちはもう夏休み明け、もうな、もう終わるんだよね、そろそろね。八月に一応テストがあって。それで終わったら、もうフリーみたいな感じで。すえ、一緒、フリー。二人とも、まあ、単位が終われば、こいつが終わればみたいな。こいつが終わればみたいな。せいやが終われば。せいやさんは、なんか、やりたいものってあるんですか。やりたいこと、ここあったら。 服作りたいなと思ってて、だから東京の専門学校行こうかなって。服ってあどういう服です？服どういう服？こういう感じので自分デザインして、それ売っていきたいな。あいいね。すごいな。ストリート系とかでもこれねかわいいねゲスなやつとか。あそうなんだそういう専門学校あるんだ。いける。はい。えすごいな。ねデザインとかあるよね。 モードとかね、いろいろね。うんうんうん。東京か。はい。ダンスはなんかやりたいなるんですか。自分はラッパーのみたいですね。なんで。はあ。またラッパー。またラッパーです。またってなんですか。なんでそこの、その道。自分はその音楽好きなのと。まあダンスも好きなんですけど、それはもしかしたら、その。まあ。こうなんていう、アーティストとして生きていく中で。 使える武器であるかなと思うぐらいで、でなんでラッパーかって言われたらなんでなんですかね。だけどここそれに心が動いてるってことでしょ。はい。だったらもう行った方がいいよねその道ね。はい、おじま行こうと思ってます。だってそこに人は絶対止めきれないはずだから。止めたとしても無理よね。無理です。無理です。いやわかる無理だと思う。そこはさっき言ったように。 多くの大人が後悔するあとなんだよ、ね、後で振り返った時に「その道行っとけばよかった」って言うと思うんだ、うん、きっと、うん、僕はそう夢がなかったから、はい、全然なかったわけ、うん、だけど夢がある人っていうのは僕は二人とも素晴らしいと思うしやりたいことがあるっていうことは素晴らしいよねうんうんやりたいことがあるのは本当に素晴らしいだよねどう思う うんうん、すごいラッパーって <laughs> めっちゃすごいめっ <laughs> CD とか作れるの、まあ、だ作り方でも自分は、うん、まあ今の時代的にもとりあえず作って、うん、ネットで出そうかなっって思って思ます、うん、こう CD とかではなくて、うん、なんか有名なそうサウンドクラウドっていうアプリっていうか、うん、そういう場所とか。うん まあ有名になれば Spotify とか使ったりしてそれで曲出しそうかなとか YouTube とか使ったりしてって感じですかね CD は自分はあんま詳しくないからそこら辺まだ <laughs> 詳しくないって言われる時代なんでよ <laughs> あそっか、まあ、全然わかんないですお母さんも歌上手だからねえど <laughs> 何の話お母さささん上上手手広くか <laughs> あそれか。分かあそれわからないんだ。あんね、じゃあ今度二人で歌ったりさ、<laughs> こっち薬師丸の広子さんかラッパーやったりさ。<笑><笑>あセーラー服とラッパーみたいな感じ。<laughs> <laughs> 意味がわからないはずよ。意味がわからない。昨日さん、いつだったかな。二三日前たまたまテレビで見てて、はい、なんか有名なジブラっているじゃん。<ー>ジブラさんがいてこの。 若者七名か八名ぐらいで。バッドホップ。そう。何何何?。それ。見てた俺テレビ。あれすごいんでしょ<ー>あの人たちって。すごいですよ。このななバッドバッドホップ。だよね。この一人一人みんな。個人個人が。グループじゃなくて、もともとアーティストなんだよね。活動してたのかな。そう。で、一時期、あ、うん、幼馴染か仲間なんだよ。あ、さっきのね。うんうん 川崎の仲間でみんなそれぞれ活動してたけどこの一時だけ一緒になってまたチリチリバラバラでやるっていうバットホップってやてたけどすごいよねすめっちゃ人が来てたわけで有名な昔からのラッパージブラさんとか有名な人たちがこの人たちのラストコンサートのために来てたわけめちゃめちゃこんなに人が集まるんだって思ったし 僕はかかららない世界だ私も分かんないけどあの界隈でもすごい盛り上がってるとか沖縄もすごいんでしょやっぱりねアーティストがいっぱいいるとかって言沖縄も沖縄のラップ結構上がってる人多いですへえ最近だと有名なのやっぱ a b i とか h とかあとは女性の人ねそう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 がんかいつだったかななんか 途中までは、まあ、売れてる曲もあったりしたけど、うん、結構全然有名ではなくて、うん、でも急にこの売れ始めて、うん、今ではもうなんか女王みたいな、うん、なんかもうトップみたいな、うん、特に女性の中で、うん、ラッパーとしてトップになってるみたいな感じで、うん、だったりとかあとは、まあ、オズワルドとか、うん、椿とか、うん、まあラップで沖縄では意外と有名な人多いです。 自己借りトと,とかう、うん、そうそみたいラップかいや CD っていうのは逆の古いのかな今はね古くはないと思いますよ今でも多分全然 CD 作ってあの歩いて渡したりとかする人も多分、うん、物販とか出してる人も全然いるとは思うんですけどうん、うん、自分はまだ なんていうそこまですら達してないってまあできるのかはわかん,わかんないけどはい遊び心で聞いてね <laughs> 実は自分先週さ、うん、あのー、埼玉から企業間を応援するなんとか作詞作曲家の人がいて、うん、たまたまねその人がわざわざ僕を訪ねに来てくれたんですよでラジオに出たんですね沖縄市のラジオに出ていただいて、うん、要は 企業家を応援する C.D. を作る人、<ー>やり取りして、Zoom とかでこの人の思いを聞いて、あとそれを曲にして音楽にする人がいるんですよ。へ<ー>、すごいですね。うん、それがギターでしかできないんだよね、ラップのレベルではないかもしれないんだけど、まあ何が伝えたいかというと、<ー>そういう夢があるんだったら紹介するから、うんと自分が

うん、初めてのラジオで緊張しました。そうだよね。緊張しないでしょ。でも真面目に答えてたよ。ダンサーお願いします。はい、応援してください。はい。じゃあミキから最後に一言お願いします。はい。えっと今日はあの若者二人にですね、突然降りましたけれども、なんかね、息子は聞いたことない。あでもセイヤもそうだけど、あの意外といろんなことが。 わかりまして、はい、私も二人を応援したいなと思っています。はい、はい、ありがとうございました。えっ、ー、とこの番組は毎週第一、第三木曜日の朝十ああ十時半から行いますのでぜひ聞いてください。はい、お相手はミーキーこと伊藤和文とモーリーこと金本森リでした。 またね w e h a v w e h a v e a d r e a m には夢があるバイバイ、ね、沖縄の子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず <laughs> なりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい夜が明けて新しい一日が始まる時を悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい違いを認め合い歌ったり踊ったり 冗談を言い合える。心に遊びのある社会を。私たちには、そんな夢がある。